のけ姫歌って今歌ったらもう喉が死ぬわ。ここがポイント。では早速情報をお伝えいたします。盗塁成功率ですが今日喉痛いわ。こちらの方が優位な模様です。ただ相手の盗塁阻止、とりあえずこの試合も勝たせてもらうぞ。今日は慎重な盗塁が求められるかもしれません。以上、響きの心のここが盗塁でした。ランクは下の相手となりますが油断は禁物ですよ。どうしようかな。とりあえず5を入れていくとするか。これでいきます。よろしく。ブルースタジアムです。熱盛は打者として使うんで第9投げました。初球ストライク使います。普通に初球空振りから第2球低め犬川か。 OK、 これヒット。よし、頼むぞ。これはチャンスだ。俺がビッグになるチャンス。うわビッグになろう。うん、ヒット。オッケー、うまい。いいよ。相手初心者やん。リタイアして、どこにその根拠があるの。もう俺たちはな、この、ね、戦場に駆り出された瞬間、あ、はい、ついてなかったですね。うわー、なんでだよ。なんだそのトリックプレーはよ。やっぱこいつ初心者じゃねえよ。見た今のトリックプレー、天才だよ。この人上級者ですわ。うん、決めた。本気で戦う。いやマジでプレー級選手を見習った方がいいわ今の。うん、大暴投してアウトを取りっていうトリックプレー、今これ立証された、できるってことが。これマジでやった方がいい。うん、誰もが騙されるから。流し打ち掴んで、これで3アウトになります。うん、2回の表先行チーム攻撃に入ります。先頭バッター、あー内野安打、走れ、いけ、無理か。しかしこれは打てないピッチャーじゃない。来た、抜けろ、いいでしょう、ツーベース。ここ1点取るか。犬川、負け犬にしてやるよお前。お前は俺の陰でワンワン吠えてろ。ワンワン、気分けのなってね、子犬だな。はいか、いいえだけ言っとけ。負けてくれますか。はい、ワンワン、よし、いい子だ、負けろ。くそ、もうワンヒット打たせろ。うん、くそ、しくしょう、しつけねえとな、この犬を。俺好みの犬に。ほら、これはショートゴロ。オッケー、この人って弱いの。いや、さっきのトリックプレーといい、弱い人には全く見えないんだけどな。だって犬川もまあステータス的には弱くないけど、その赤徳まみれなんですよ。これ絶好調っていうのも考えて多分使ってるから、多分初心者っていうか経験者なんだよな。もうなんか戦い方が明らかに、ある程度パワープロを知り尽くしてる人には間違いない。 OK、 さあ本気で行かせてもらうぞこの回。 OK、さあまずはドゥイに出てもらいましょう。違う、ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。さあここで蹴りをつけようぜ。一塁へ牽制球を送ります。初球ストライクから投げました。ヒット、いいよし、ナイス。さあノーアウト一塁、負け犬にさせてやるよ。
犬川ちゃんよ。おっとピッチャー交代か。ピッチャー変えてきたか。そうかそうか、新しい子犬をよこしてきたか。なに、だまずい、嘘でしょ、やめて、もううせえな、いやマジでうせえ、やっぱこいつ 2A は上級者だわ。あめんなよ畜生、いけ、あーもう終わった、あーもう最悪、あいやもうふざけんな。トップバッターは夢城の打ちました、初球打ち、鎌狩ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト。いやもうひどいってこれ、これもう負けたようなもんだわ。セーフティーバントだ、あミスった、最悪、うわ嘘でしょ、記録はヒット、記録はヒットです、何してんだよ。サヨナラのランナーが出ました、初球決まってストライク、1球目ストライク、セーフティーバント、うわ走ってきた、最悪、あしかしこれはアウト。こいつそうか、走力 S なのか、虹谷ってピッチャーのくせに、あーやばいミスった、あくそー、こいつもう怖いもの知らずっていう初心者ムーブだわこれ、うん、初心者にしかできないムーブだわ。しかしここはあーなんとか抑えたか。何だったんだよこの試合、俺の負けだわ、引き分けといえど、君は伸びしろあるよ。